大分バンド合同で忘年会を開催。知らないおじさんが混ざってるんですけど。今週も始めました、ファシタン TV。 皆さんこんばんは。さあ先週にですね、クリスマスの話をしたんですが、なんともう今回で今年最後の放送となります。そうなんですよ、早いもんで ね、まあ、今年1年いろいろありましたけど、なんか印象に残ったのとかあります？あります。やっぱり番組スタートしたのと、あと私は川柳とかも、そうですよ、ね、コーナーもらったりしたんで、ちょっと初めてのこともいろいろあったりして、もう川柳の女としてね。本当にあれでしょ、普通に道を歩いてても、あ、さやだ、初めて見たぞ、生さやだみたいなね。川柳に声かけられるようになったでしょ。それは来年の目標です。あ、来年の目標。来年の目標は575で声かけられたい。いいですね、さやちゃん。じゃあ北九州で見かけた方、575、ちょっとね、ね、準備しておいてもらいたい。そうですね、さやちゃんを見かけた時の、ちょっと言ってくださいね、さやちゃん、声かけられたら、声かけられたら、575、これはいいですよ。まあ、そんなこと言ってる場合じゃないから、そうですね、もう今年最後の、ね、企画を。そうですよ、はい、はい、早速それでは曲をご覧いただきたいと思います、うん、はい、どうぞ。2016年年忘れパネルデートー、よいしょー。本日司会をさせていただきます、メイと申します、よろしくお願いします。さあ、そして大分県でメイン MC をやらさせていただいております、ノラレンジャーの視聴翔太です、よろしくお願いします。お願いします。長崎版メイン MC させていただいております、パチタンエンジェルスのゆみです、よろしくお願いします。やったー。同じく長崎版 MC のうずら姫です、よろしくお願いいたします。します。そして残り2人おじさんがいるんですけれども、はい、はい、辰之助です。最近好きな台は CR ワンマンパラダイスです、よろしくお願いします。はい、DMM パチタウン、詳細運ピヨピヨ丸です。好きな芸能人は北川景子です、よろしくお願いします。かわいい。今回は長崎版、大分版、そして見慣れないおじさん2人を交え、のんびりまったりパネルトークをしたいと思います。とはいえ、美味しい料理も待っています。まずは乾杯といきましょう。すごい、こんなざっくりばらんにやっていいんだ。ありがとうございます。さあ、それでは早速トークテーマ発表していきたいと思います。こちら、2016年のナンバーワン機種。よいしょ。自分の中でのね、ナンバーワンとかでもいいです、はいはい、なので、まあ、2016年この台良かったなという台をですね、皆さんちょっと発表していただきたいなと思いますが、さあ、まずはですね、長崎版の2人からいきましょうか、じゃあゆみちゃん、自分の中でナンバーワンだった機種、ナンバーワンだった機種、ありますか？私パチンコは今年一番打ったのがおきゅうみ4です。お、新しく出て、でスロットは、一番出した台、化け物語です。ちなみに出したってどのくらいだったの？3800枚。なんかね、計算ができない。すいません。まだ携帯鳴ってる、待って、緩すぎる、誰かの携帯が鳴ってる、携帯鳴ってる、こんな収録なかなかないですよ。ちょっとなんでみんな普通マナーモードにするでしょ。今日はもう楽しくザックバランにっていうね。はい、はい、ちょっとうずらさん、な3000? 250枚あ、です。3250枚、はい、おきゅうみ4とか、モードがたくさんあって、あ、確かに我々もやっぱりそのね、番組で実践させてもらって、はい、ハイビスカスモードっていうね、いいですよね。でも私はおきゅうみモードが、いいです。沖縄ないの？確かに。いや、もうなんか何がいい、いろいろなんか演出があるじゃないですか、マンボウが出てきた時にもうすぐパッて押したら、マンボウが動いたので何かしら変わるじゃないですか、それも、はい、分裂、それを見るのが楽しいです。なるほど、マンボウが好きということね。はい、マンボウが好き、はい、隣のハイビスカスの方はどうですか？私もおつれ姫じゃない。すごい頭にね、ハイビスカスがいっぱい
組4つながりでサイドスカスで呼ばれる、はい、まああれですけど、私のパチンコは、うん、宇宙戦艦ヤマトの、オンリーワン、ほー大好き、あれ今年出た台ですね、今年です、継続率がいいんですよね、当たった時の継続率が 90% ですよ、あそれは高いっすね、何でしたよ、なんで怒ってんすか、続くんですからずっと、なんで続くの怒ってんすか、喜んでくださいそれは、あとスロットではやっぱりマジ絆、もう鉄板というかね、新しいそのバジリスク3、うん、あれは触ってないですか、まだノーコメントでお願いしますあそうなんですね、俺あんまりパチンコ打たないんだよね、でもその中でも花の刑事、戦、雲の彼方にの最近出た台なんですけど、デイちゃんがめちゃめちゃ連チャンしたのみたいな、はい、また空気読まずにやった、いやいやその時空気読んだから、読んだ役が1万発以上出しましょうみたいな感じで、珍しいってこんなの連チャンして、メイさん当たってるイメージないんですけど、ないよね、いや今年は良かったよ、そうなんです、すごく当てるんですよ本当に、ね、あとあの筐体も可愛らしいじゃないですか、白で、ね、真っ白でね、白この丸みを帯びたような、だから今日僕はあの花のケージ、いつかの筐体をイメージした服で来ました、白筐体の蝶ネクタイは、蝶ネクタイはもうあのすみません関係ないですまあそんな感じで2016年はそうですね、でもまあね、みんな個人的に好きな台でしたけど、本当に私の中で2016年はガロじゃないかなって思うんですよね、ガロ、おー、ずーっと人気じゃないですか、確かにね、もう誰かしら座ってるし誰かしら出てる私じゃないからね、不動の人気だなって改めて2016年この機種じゃないかなって思ったんですけど、まあなんか全然興味のなさそうなお二人、おじさんどう思います、ちょっとありますやめてもらっていいですか、話語ってきてますどうですかお二人は、まあどうぞどうぞ僕はでも2016年打ったのはもう多分花火なんですよ、スロットの花火は一番打ちましたけど、でまあ今日もその色に合わせた赤、あ違う赤は違う赤じゃなかった、全然違った下手くそがすぎますよでもいろいろ A タイプも最近出てきてるので、でそこの部分でいうと花火は多分その先駆けになってきた台なので、やっぱり今後もこの流れはちょっと続いてほしいなと思いますけど、おじさんってやっぱ A タイプ、その頭いります、その頭リーチ目とかっていうのが純粋に楽しめる台はやっぱりたまらないですね、あそうっすよね、じゃあもう最後、はい、懐かしさもね、花火はね懐かしさもあるんで、私は今年やっぱ画期的なあの告知が出たあのジャグラ、新しいと思ってどこがあれは何が新しいファンキージャグラー、ファンキージャグラー、ファンキージャグラー、いろんな口が割れるやつかと思いましたあれそこでしか分かんないですからねでも今回大丈夫ですか、大丈夫ですか、見せてますけど、あの僕で見せるのやめてください、真面目な話してます、餃子の王将とか天足スペックであれは結構良かったですよね、まあ、あの海、私やっぱり一番打ってるのは海です、ゆみちゃんと一緒で、やっぱ海は一番面白いんですけど、安定的な、だからやっぱり、まあ、餃子の王将良かったよね、あれね、あれは今いいだろ、あそこでもなかった大分で打ってましたよね、大分で打って結構ね、一回当たるとでかいけど、うん、当てるまでがちょっと大変な台かもしれないと言われてたんですけど、そうです、僕1回転で開けて、そうなんですよ、それがまた連チャンしちゃって、それテレビに載ったんですか、テレビに載ったんですよ、素晴らしい、すごかったですよね、だから多分餃子の王将僕も好きな台だと思う、プライベートでは打ったりとかは、打ってないね正直だからね、ごめんなさい、芸人とかやってますけど、もうローリスク入りたいリスクない方いっちゃうのね、なるほど、いやでも確かにね、いろんな台がありましたけれどもね、本当人それぞれね、いろんな台ね、本当に面白い台ですからね、それぞれのナンバーワン機種はこんな感じ、好きになる機種には何かしらの理由があるみたいだね、続いてのトークテーマに行きたいと思います。続いてのテーマはこちら、マック式の規制に関して、まあ、どう思ってるか発表してもらいたいと思います。では誰か行きましょうか、じゃあ
辰之助さん。ちょっと気抜いてたでしょ今。結構もぐもぐしてたけど気抜いてましたよね今かなり。遠景周りで来るルール。最後だと思ってます。理由が12時の時あるんですか。マックス機どうがどうだったんですか。マックス機に関して。に関して、はい、どう思います。あれですよね新内機。信頼機の今回ね、はい、皆さん知ってると思いますけど、はい、400分の1が320分の1になったんで、はいはい、ちょっといろいろ、これそうですね、うん、どうなんですかね、ちゃんと考えてくださいあたったしすぎて、ね、全然油断してたすごい油断してた確率的には当たりやすくはなってるんですかね。当たりやすくなったんですよ、うん、なのでラッキーはいるけどってことですよね。結局射光心が抑えられて、はい、遊びやすくなってるんですよ、はい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 、だから良くも悪い悪くも良くもあり悪くもありっていうところなんだよ。もう酔っ払ってますね。ちょっと序列回ってなかった。ただ実際、まあ、今この後まだスロットの話もあると思うんですけど、はい、いろいろきついじゃないですか。そう考えたら今からパチンコの方は逆にこれは良しとして捉えた方がいいと思います。特に一種二種混合機とかそのあたりはいろんなスペックが出てくるんで、そのあたり考えたらすごい面白いことになると思いますよ。はい、年明けとかにも結構出るみたいな。今までが2016年スロットがちょっと力が入ってたんじゃないかなって思いますけど、まあ、これからパチンコの方に結構ね力が入ってくるんじゃないかなと思いますけど、じゃあ宇治姫さんはおっと、うん、当たらないより当たった方が楽しいじゃないですか。そうですよね。そうですよ、うん、だからまずはスタートを軽くしていただいて、当たったところでの継続率をこう、ね、楽しめる。そうなんですよね。ところの遊びに変えたいですね。うん、私も本当同じ意見ですね。さすが私さすが、うん、じゃあちょっと飲んでいい。じゃあいただきます。私は飲みそうな風貌ですけど普段は全然お酒は飲まれないですよね。そうなんですよ、よく知ってますね、はい、どうしてかしら今日は。僕も宇治さんと全く同じ意見、うん、だから僕気が合う。ぶっちゃけそうです、気が合います。ぶっちゃけどっちでもいいというか、うん、当たって楽しめた方がいいですし、ですね、その今やっぱりそのパチンコの機械にしても、まあ、その花の刑事を引き合いに出すわけじゃないですけど、うん、やっぱそのグラフィックというか絵もすごい綺麗になってますし、確かに台自体どんどん、そうそう、ね、もうそこだけで楽しめるから、うん、僕らみたいにその楽しんで楽しみで行く人たちにしては、うん、まあいいんじゃないかなっていうのはあります、うん、当たった方が絶対楽しいし、確かに確かに、うん、ちなみにスロットの、まあ、AT 機から ART 機になったんですけど、はいはい、その ART 機ではどう思います皆さん。まあ、R が増えたんで、うん、だからまあ、まあ、良きことかなっていう感じですよね、本当に。なんか女子高生が使う用語、本当に良きとか、良き、ハゲるわ、ハゲるわ、本当に。よく知ってますね。ハゲるって何すか。ハゲる、ハゲるほど嬉しい、ハゲるほど、気が抜けるほど嬉しい、鬼とか、鬼とかなくなったんですよ。今ハゲるって言ってるんですか。もうハゲてる人はどう。誰がハゲてる。誰もハゲてない。誰もハゲてないから。それはでも本当良くない言葉ですよね。そうですね。お母さんの言葉。もうハゲるぐらい嬉しいとか、ね、この二人を連れてきたのは人選ミスだったのかな。まあ年忘れだし深く考えないようにしましょう。番組後半にはちょっとした遊びも用意しているからね。飲みすぎて喋れないなんてことはなしにしてくれよ。さあ続いてのトークテーマです。こちら、2016年を川柳で振り返ろう。さあもうね DMM パチタンといえばいろいろ川柳がね、うん、有名だとは思いますけれども、うん、ここで皆さんに川柳でですね、はい、2016年を振り返っていただきたいと思います、はい、ではこういうのはね知性が出ますからね。そうですね、確かに。じゃあまずはうずら姫さん。私、はい、じゃあセクシー川柳でいきましょうか。セクシー川柳で。勝つよりも負けないことに重きを置くでございます。深い、まあ、勝ちたいんですけども、うん、当然ただその大負けした苦い記憶があるじゃないですか、うんうんうん、まあ、その二の鉄は踏みたくないなというので、うん、まあ、今年1年負けない方向で打つように、もう本当銀行行こうかと何度も思いますよ。思いますけどそこで行かなかった自分をちょっと褒めてあげたいかな、うん、
自分の好きな台を打つんじゃなくて、うん、その収支をプラスに持っていくための立ち回りみたいな。いやいや、自分の好きな台打ちそうですね。すいません。じゃあそれでは続いてゆびちゃんいきましょうか。ちょっと待ってくださいね。辰之助さん大丈夫ですか。すごい、あのブツ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 、そのちょっと寝てましたよね。ちょっとね、ちゃんと聞いてますよ。すごい今ね、顔してたんですよね。いやいや、本当にちょっとね、その顔ちょっと、ショートさん、どんな顔でした。寝てる、寝てる、寝てますよ。ちょっと五四五言おうとして引っ張られた。じゃあ、ちゃんと聞いてますよ。本当ですか、ね、じゃあ私の川柳なんて言いました。じゃあもう辰之助さん、川柳お願いしていいですか。これ言えるわけない。なんでよ、なんでよ。素人じゃなくて、もう今の気持ちはそのまま素直に、今の気持ちはそのまま素直に川柳にしてくれる。帰りたい。暖かい布団を待っている。可愛いな、なんか。ちょっともうごめんなさい。いや、何やってんだよ。帰りたい。おじさんが自由すぎてさ。かなり。でも翔太さんはあります、そういう川柳。僕のね、うん、あれ、はい、罰ゲーム、体張るので頼みます。お、体張るので頼みますっていうことは罰ゲームしたいってこと。いやいや違うのよ、うん、体張るのでは、うん、自分体張るんで罰ゲームガンガン来てくださいじゃなくて、うん、最近ね、うん、罰ゲーム結構受けるんですけど、種類が変わってきたんですよ。種類、昔までは、うん、その電流を流されるとか、そのわさびのちくわとか、あ、ちくわの中にわさび入れてとか、あ、結構そのなんか体を張るじゃないけど、うん、熱い、痛い、臭いとかが多かったんですけど、うん、最近は、うん、ルパンのモノマネをしてくださいとか、うわー、うん、熱かー、ホールで全力で花の刑事の歌歌ってくださいとか。無茶ぶり、無茶ぶり。それ罰ゲーム受けたのほとんど私です。そう、メイちゃんなのよ。だから肌から見てわーやってるメイちゃんって言えるんですけど、いざ自分になるとどうしよう。いやもう、なるほど、辛かった私。やろう。ただただ辛かった。何のモノマネしたんですか、メイちゃん。え、もう本当にそのルパンのモノマネっていうのもルパンもやったし、藤子もやったし、銭形もやったし、その時のモノマネがね、姉ちゃん見たー、見たー。マジこの人やだ。なんで振るの、なんで振るの、マジで。長崎の視聴者さんのためにも一つよろしく頼むよ。感じやすいルパンやります。銭形のとっつぁん。面白い。酔いって冷めるんですよね。何よ、酔いって冷めるって何。みーちゃんごめん、俺のせいや。そうだ、完全に翔太さんのせい。今の長崎にも流れるんですよね。何でもやっとかなきゃさ。何が乗るか分かんないから。じゃあ、ゆみちゃんに行きましょうか、はい、楽しいな、コスプレ実践大好き。おお、いい。はい、ちょっと待って。何ですか。はいはい、意義あり。何意義あり、意義あり。ちょっとなんかブリッコしてる。ちょっとブリッコしてるし。ブリッコじゃないですか。G 全然大好き。ちょっと G。大好きです。大好き。そのコスプレ実践というのは何なんですか。コスプレ実践はあのパチタンエンジェルスの中にセラフィムメンバーっていうのがいるんですけど、その中に私もあの入らせてもらってて、コスプレイレポートっていう企画があって、いろんなコスプレをして実践をします。ちなみにその今までやってきたコスプレとかを。今までいろいろありますよ。バニーガールだったりとか、うん、まあ、メイドさん、ウェディングコスも来たし。ウェディングコス、あとは小悪魔コス。蜂は来てない。え、蜂？蜂って何？天狗もないです。え、何？そんな、なんで虫から妖怪来る？小悪魔虫妖怪じゃない。ちょっと若い県って言ってさ、いろいろさ、可愛い子好きで、私だってやろうと思ったらやれるよ。何でもやりますよ。大丈夫です。カッパ、おいおい、この話広げろ。この話を使え。
さあ、それでは最後のテーマに行きたいと思います。最後のテーマはこちら、相方に一言物申す。おー、はい、物申す。そうですね、まあね、こう言えなかったこと、これを言いたいんだけどずっと言えなかったこととか、こういうところを直してほしいなとか。うわ、怖いな、うん、言われてる本人はちょっとヘッドホンをしてもらって聞かれないようにちょっとして、その以外の皆さんで話そうと。お、今回の締めくくり、普段は言えない本音が聞けちゃうかも。私は、うん、まあ、ほぼほぼないんですけど、うん、ただそのやっぱり2人で MC やってるじゃないですか、掛け合いありますよ、何何掛け合い、うるさいよ掛け合いの途中で、うん、ちょっと天然が出るんですよね。おー、それをよく分かってもないのに、うん、もうカメラ回ってるから分かったふりをして乗っかってくるんだけど、うん、まあ、実のところそのことについて何も知らなかったり、あと聞き間違いとかもあるんですよ。あー、耳と頭が悪いってこと。まあ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 、ちょっと天然入ってるかな。あ、天然ってことですね。目の前にあるのは唐揚げと卵焼きって、これバカが食う食べ物。ちょっと待って、ちょっと待って、私以上に物申してるんだけど。ゆみちゃんは可愛いから、多分ね、本人何も知らなくて生きてこられたんだと思いますよ。だから、まあ、こんな方が人気があるので、このままでいいと思います。はい。はい。OK。OK。外していいよ。いいですか？うん。何言われてたの？ベタ褒めでした。いやー、ほんと。じゃあ次逆行きましょうかね。次逆、はい。次はじゃあ絶対わかんないです。私歌うよ、大丈夫？歌は、声は出さないでください。知ってる歌じゃなかった。声は出さないでくださいね。ゆみちゃんお願いします。うずらさんに、うずらさんは本当に、うん、女性よりも女性だと思うんですよ、うん、私男性に見えなくても、うん、だからいつか妊娠するんじゃないかと思ってちょっと心配してます。どういうこと、どういうこと。いや、もう本当に収録とかもいろんなとこ行くじゃないですか。もうイケメンばっかり探すんですよ。あ、で普通にプライベートで一緒に歩いててもゆみちゃんあれイケメン、あの人イケメンじゃないとか。同じ感じで女子友じゃないけど、はい、そういう感じってこと、うん、私だってうずらさんの横で全然着替えれますもん。え、本当に本当に男性として見れないです。はい。ちなみに着替えたことは？今まではないですけど、でもロケーションの中でうずらさんいても隣で、まあ、ちょっと距離はありますけど、もう隠しながら。なんなの？こんな食べ方しても全然大丈夫です。やっぱ女子なんですね。いや、でもそれもあると思う。まあ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 。そうなんだって。まあ来年も二人三脚の精神で頑張っていこうね。さあ、ということで。はい、みんなの、ね、トーク楽しめましたけれども、うん、まあ、今年もね、もうこれで最後と、はい、いうことで、はい、ぜひね、皆さん来年も楽しくね、番組を作っていきましょうね、はい、ということで皆さん来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかとしよう。よかとしよう。よかとしばい。カステラ何カステラ長崎カボスカボスチャンポンペップ皆さん、いかがでしたでしょうか？とっても今回も面白かったですよね。あったあった、こういうの、ね、あったね、昔オープニングでさやちゃんばっかりクローズアップされたから、最後自分に持ってこようと思ってやられたんですもうね、年末最後だから誰も待ってないですよ、言っとくけど懐かしいかなと思ってちょっと久しぶりにやってみたんですけど。また2017年もやるんです。いや、やめてやろうか、なんか勢いが。二度とやめてくれ本当に。2016年に置いていって、それはいや、でもね、もう最後なんで、うん、このスタジオもちゃんと最後大掃除して帰るから、お、うん、皆さんもぜひ ね、大掃除まだの方やってもらいたいと思いますこれ何のお知らせなんですかこれ何のお知らせ。おかしいですよ、最後の締めですよ。でも最後の締めですよ。あ、よく言った山金、忘れてたっていう人もいるかもしれないからその 2,3 人の方にね、喜んでもらえたら僕はいいと思います。いやいや、もう今年最後なんで、ちょっとね、いい締めで終わりたいと思うんですが、はいはい、また皆さん来年もぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでまた来週お会いしましょう。千里ありますんで、そうですね、見てもらいたいと思います。はい、それでは皆さん良いお年を。さよなら。
つまはじき、亭主は家でつまはじき、来年もよろしくね。